はい、皆さんこんにちは。 BJ のウクレレベース講座です。今回のウクレレベース講座はですね、ベースでも使えます、タダリオの MS マイクロチューナーですね。 BJ のあのウクレレにはほぼこのチューナーがついてます。はい、それをですね、ウクレレだけじゃなくてウクレレベースでも使えますよというお話を今回させていただきたいと思います。と言いながら今これ外してるんですけども、ここについております。はい、これですね。はい、このチューナー、ここについてると非常に便利です。ウクレレベース、特にこの樹脂系の弦はですね、チューナークリップ式のをつけても拾いづらい時があります。このダダリオのやつは感度が非常にいいです。4弦の開放の音も、この樹脂系の音でもしっかりと音を拾ってくれます。はい。で、取り付ける時にですね、ベースのものにもよるんですが、マハロのウクレレベースはここについてるんですけど、この無双のベースはここに入らなかったんですね。このヘッドの部分が狭くて、ですので穴を開けてここに新たにつけました。こうしてチューニングする時の視認性が非常にいいですね。場所的にもネジで取り付けてありますので、しっかりと振動を拾ってくれて4弦開放の音も、チューニングできます。はい、はい、4弦開放の音もしっかりチューニングできます。はい、これでですね、ライブの時にここにクリップ式チューナーつけなくてもいいですよ。それでこのタイプのチューナーはですね、これをつけたままケースに入れられますので非常に楽ですね。はい、クリップ式のはケースに入れる時に外して、そのチューナーをまた別のところに置いてなんていう感じになって忘れてきたりですね、いつの間にか電源が入ってたりなんていうこともあって、実際使おうと思ったら電池が切れてたということ、経験ないですか皆さん。でもこのチューナーはですね、この後ろについてますので、そのままケースに入れていただけます。ソフトケースでもハードケースでも OK です。それからこれは10分5分、自動オフ機能がついてますので、使わないでおくと自動的に電源も切れるということで、電池の消耗も防ぐというようなことになっております。このダダリオの MS マイクロクリップチューナー、これなかなか精度いいですので、皆さんもぜひやってみてください。ウクレレだけじゃなくてウクレレベースにも使えます。はい、ちょっとお値段は普通のクリップチューナーの倍ぐらいはするんですが、それだけ便利ですからね。で、軽いです。ウクレレベースの場合はストラップもしてますし、本体も割と重たいので、ここにクリップ式チューナーつけてもそれほど変わらないんですが、ソプラノウクレレなどだとこういう小さいものの方がかなり軽くて、つけた時に違和感がないというような感じで、もともとつけ始めたんですが、あまりにも便利なのでベースにも全部つけております。はい、BJ のウクレレベース講座、今回は、ウクレレベースでも MS マイクロクリップチューナーダダリオのですね、使ってみましょうというお話をさせていただきました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。